皆さんこんにちは。台湾在住のチエです。今回の動画は秋の台湾で過ごした台湾生活の様子をお届けしたいと思います。秋は食欲の秋ですよね。今回も台湾で食べたものの割合が多い動画になりますが、そんな様子を皆さんにシェアしたいと思います。どうぞご覧ください。まずはこちらです。10月10日に台湾の台中市で台湾の国家の日をお祝いする花火大会がありました。その映像になります。会場の近くで見れたらもっと迫力のある花火の映像だったと思います。行けなくて少し残念です。久しぶりに花火が見れてとても嬉しかったです。夫の仕事が終わったので今日は外食をすることにしました。昔ながらの台湾料理のお店です。台中名物のラージャオジャンをかけていただきます。こちらはジーローファンです。ジーローファン大好きです。そしてこちら腸の入ったスープなんですが、こちらも美味しいです。普通の顔して食べてますが、心の中ではとても美味しいと思っています。その後スターバックスでデザートをいただきました。この日はラーメンを食べました。ラーメンなぎさんのラーメンです。その後新幹線家まで移動しました。コールドストーンのハロウィンのチョコ味のアイスをいただきました。見た目に比べ味最高です。この日は曇り空の一日でした。今日の台中市の天気です。曇りです。なんか霞んでます。曇っていると太陽が出ていないので何か寂しい気分になります。台湾も秋なんだなぁと実感できます。散歩のしやすい一日です。こちらは台中市の国家歌劇院の目の前です。今日は平日なので人が少ないです。暑い日にこの水の音を聞くと涼しさが増しますね。コースにはうってつけの場所です。今は近くの川沿いを歩いています。最近は以前に比べて涼しくなってすごく過ごしやすい日々を送っています。今から買い物行ってきます。今日はお味噌汁を作ってほしいと言われたので作ります。今スーパーに向かってます。この時点で結構歩きました。公園があったので覗いてみるとダンスをしているようです。今鮭のアラを使った味噌汁を作ってみました。今やっと作り終わりました。イエイ。はい、こんな感じです。中にはこの鮭、あと人参と大根、あとネギも入れてあります。台湾もだんだん少しだけ寒くなってきたので少し味噌汁を飲んでいただいて体温めてもらいたいと思います。栄養たっぷりです。たくさんのアラ入ってます。はい、あとは今日お母さんがヨーファン買ってきてくれるそうなのでヨーファンと、あと昨日作ったブロッコリーの炒め物と今日の味噌汁で夕食になります。はい、これがブロッコリーの炒め物です。昨日も作ったんですけどその余りになります。この日は台中市にあるイエンシャンローに来ました。
夫のお兄さん家族も含めて台湾の家族全員でいただきます。こちらは北京ダックの皮とチーズと酢飯の食べ物です。続いてこちらは柔らかいステーキ肉の上に玉ねぎの味付いたものが乗っています。柔らかくて美味しいです。そしてこちらはエビの料理です。グリーンのソースはブロッコリーをペーストにしたものだそうです。そしてこちらはカニの名前はわからないんですが、チリソースを絡めたカニの料理です。こちらも美味しいです。この日は夫と街中を歩いていました。この場所を通るといつも気になっていたジーダンガオを買ってみることにしました。このお店で買いました。出来たての美味しそうな香りがします。このデザイン可愛いですね。暑い。冷たい。暑い。冷たい。暑い。中にはカスタードとタピオカが入っていて甘くて美味しいですよ。その後、この日の夜はこちらの鉄板焼きのお店に来ました。肉高級なお店ですね。味わいたいと思います。かなり久しぶりの鉄板焼きです。コース料理でこちらが前菜です。タコなど入っています。こちらは新鮮なサラダです。そしてあっさりとした海鮮のスープです。野菜やエビなどを焼いてくれています。焼いてくれたのがこちらになります。エビはプリップリでした。続いてステーキを焼いてくれています。早く食べたいです。この肉の焼いてる音、食欲が増しますよね。焼いてくれたお肉を乗せてくれました。また別のお肉です。そしてこちらはデザートを作ってくれています。これはタロイモです。そしてクレープの生地みたいなものを焼いてくれています。ここからこのクレープの上にタロイモを乗せてくるっと巻いていきます。こちらはフルーツとアイスです。お店に来るとよくお店の照明を見てしまうんですよね。綺麗です。そしてこちらがタロイモのクレープです。いただきます。ご視聴ありがとうございました。他の動画もご覧ください。バイバイ。